こんにちは、そっか塾の久保ですできるまでやるのが努力ってなかなかいい言葉じゃないですか結局できるまでやらなかった人は努力が足りなかったと言えますしいやもっと言ったらねそんななもものはは努力ででいとも言えるわけですよやっぱ私たちは叶えたい目標があったり目的があったり、まあ、夢があったりするわけですけどもそれをつかまずして生きてる人生ってそっちもなかなかねすごい 努力だと思いますね嫌な会社に律儀に何年も何十年も通うわけですよね。そっちの努力を好きなことをやり続けることとか自分の目標目的夢を叶えるための努力に振り向けるとどれだけやる気に溢れてくるかってことですよね。だって多くの方が今通ってる会社そんなに好きですかね自分のの人生の大半をぶち込むほど そんんななななに好好ききでですすかね好きならしょうがないですよやっぱりトヨタのねトヨタ明雄社長のこの前もスピーチがありましたけどもいやああいうのに心動かされてこの会社のためにこの業界のために明雄社長と一緒に歩んでいこうこの業界でやっていこう骨を埋めようと思うんなら全然構いませんけどもたまたま通った就職先がここでした。 月末には家賃の支払いがあるいろんな支払いがあるだから給料をもらうためにここに行きますこれもう奴隷ですよもうひどい言い方になるけど奴隷あのもうすでに、ね、自分の人生のためじゃなくてなんかもうこうお金に支配されて仕方なくやっているでそういう気持ちから仕事っていうのを見ると上司からの指示がうとましく見えたり いうことを聞かない部下が腹立たしく見えたり同じ同僚がですね自分を袖にして出世したり美味しい思いしてるのを見たらそれは似たいますよねうんでも自分のためにやることっていうのはそう何もないですよね吉谷さんもそうだけど私も一人でこうやって稼ぐようになって誰の邪魔もないしできないとしたら自分がやってない できるとしたら自分がやってきたこんなシンプルな答えなんですよね。うん、で結局いやいや通っていた仕事が私にあるとしてねでお給料20万30万もらっていたとして、うん、いやいややっている苦痛に耐える対価としてもらっている給料では自分の人生を買い取る値段にはなかなか至らないと思うんですよ。し、うん、しかし 自分で編み出した仕事であったり、自分で作り上げた商品だったり、自分で手元に引き寄せたお客様だったり、そういう方に尽くすのって喜びですよね。自分の発信によって近づいてきてくれた人、信用してくれた人、そのために命を捧げることって喜びじゃないですか。まさに顧客のために死ぬっていうその言葉っていうのは、私ね、こんな自分に弟子ができるんだろうか そっか塾なんて大したものを始めたけどもそんな大層なもののね私のこの組織に入ってきてくれる人がいるんだろうかと思ってそっか塾スタートしたら真っ先に入ってきてくれた人が50人もいてそれはこの50人のためにもう生涯を捧げていこうって気持ちになりますよねいやそれがね一人でもねむちゃくちゃ感動だと思いますよじゃ自分が誰かのために 誰かの組織に入ってしっかり学んでいこうとか稼いでいこうと思ったかって言ったらやっぱりなかなか思えなかったですからねそれをね自分ごとき無名の単なるマージャン屋の親父のところに駆け込んでくれる人がいるともう何とか状況を変えたいんだっていうふうにね飛び込んできてくれる人がいるとあれは良かったですよねうん借金を抱えた若者が真っ先に私のところに申し込んできてくれて であこんな稼ぎ方がたかるんだすごいってからねついてきてくれてあっという間に年収1,000万2,000万4,000万と3年間かけて年収をどんどん上げてくれてね、うんまあ、そういった姿も見てきたし単なるサラリーマンが副業で私の即家塾で1億円を稼いでタワーマンション住めるようになったりとかね家族と一緒に、うん、何よりですよねでそういう姿を見てきて やっぱそこまでやるのがまあ努力だなという言葉と一致するかなと思いますねすごいことだと思いますよ、うん、いや自分の人生それだけの価値がありますよねそれだけのことをする価値があるいやちょっと前の言葉ですけどもその好きな車にすら乗れない人生でね何が楽しいんですかってまさにこれですよ奥さんに可愛らしいね服を惜しげもなくバンバンプレゼントする いいいじゃないですか自分の好きな人がそうやって素敵なファッションを着飾る姿を見るのはもうね切り詰めて切り詰めて、うん、バッグも新しいのが買えないもうヨレヨレになった靴をいまだに履いている人生ってもう一回きりですからねじゃあ我慢して本来こうしたかったああしたかったことをやらずに10年20年30年50年年を取っていく そんな人生の中にもきっと幸せはあるでしょうでもどうなんですかね振り返った時にいつかいつかね思い通りの人生が来ると思いながら来なかった人生を振り返るいやそんな老後は嫌だなと思いますね今まだ間に合うんでね今まだ老後じゃないんで今間に合うんで今自分の人生を手に入れないと。 代わりにやってくれる人はいないいいなななんじゃないかなと思いますよで最後にね私ね日本の経済がすごく悪いのはこれ誰のせいなのかなってことをシンプルに考えて言ったんですよまさに国の政策が悪いでしょうし予算の組み方も財政出動も足りないでしょうでも仮にですよ私たち国民一人一人が勝手に自分のビジネスで 年収1000万2000万とか上げてみんなでねお金を回し始めたらどうかなもしかしたら良くなるんじゃないかもしかしたら政策を全くぶち抜いてですね国民が国を豊かにする方法あるんじゃないかなと思ってきたりしますねまあ現に私の方から見て恐縮ですけども吉谷さんが手ぶらで鹿児島行って今みたいな暮らしをね5年間かけて作ってるとしたら みんなで5年間かけて同じような暮らし作ったら勝手に日本の GDP1000 兆円突破しますよこれ。これ、この方法もあるんじゃないかなとね。結局この国はダメだ時代が悪いと思って自分の行動に蓋をしてしまったりすればそういう国が出で来きでき上がるのかなとかね。なんかぼんやり思っちゃったんですけどいかがですかね。なんか 私たちにもできるることがあるまだやってないことがあると思えてならないのは私だけでしょうか。じゃあいってらっしゃい。